はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、きつすぎず楽すぎず、かといって食べ過ぎた日におすすめなエクササイズをまとめています。歩いてもなかなか痩せない、動画を見ながらいろいろやってみるけどきつすぎて自分には難しい、そういった方におすすめな筋肉を太くせず気になる部位が細くなるメニューをまとめていますので、動画を見ながら一緒に頑張ってみてください。気になる部位だけやりたいよ、気になるメニューだけでいいよって方は説明欄に時間を貼ってますので、そこをクリックしてもらうとそこからスタートできます。それでは行きましょう。よっしゃ行きましょう。それでは1分間頑張ってみましょう。行きます、スタート。こんな感じでね、スマホ見ながらの人は片手振って、あー辛い、さっきの説明で結構もう辛くなってる、やべえなこれ。さあこうやってね、手を振りながら、できるだけ低い位置がいいです。これ週2回でいいです。頑張ってください。ちょっと1分長いんですけど、このね、硬くなってる部位はね、効いてる部位なんで、前ももばっかり効いてるって方はもうちょっとつま先開いてね、ももの裏触りながら、どこが効いてるかなってやってみてください。はあ、きつい、もも裏つりそう。あとちょっとです。しっかりね、後ろの方で腕回すとね、背中も鍛えられますんで、ああ効く、オッケー。ああ叩いて叩いて、皆さん叩いて、あともう一回頑張りましょう。よっしゃ。さあちょっとね、休憩時間短いかもしれませんが、ちょっとね頑張って週2回なんで追い込んでいきましょう。さあ行きます、ラストスタート。もしね、もう耐えられないよって方はね、ちょっと位置をね上げてください。こうやってこういう感じで使う部位がね変わるだけで全然余裕ですので、やはりこのステッキングポイントはね、もうかなり辛いと思います。ここでね、耐えれる方は頑張ってください。かー、もも裏にすごい効く。これね、家で一人でやってるならいいですけど、急に人に見られたらびっくりですよね。動画見ながらノリノリみたいな、いやーかー、きつい、もも裏がつりそう。でもね、これ1分頑張ることでね、結構効きますんで、まあ、辛くてもね、位置変えてもね、いいので、あと少しですよ。うおっ、くおっ、かっかっかっ、オッケー、ガー。それでは、頑張っていきましょう。いきます。スタート。こういう感じで動かすだけです。動く幅はね、できるだけ大きく動いてください。こういう感じ。犬のおしっこです。うもうお尻が痛い、あー、お尻が痛い、ガーガーガー、1セット目からしてお尻が痛い。さあ反対いきます、スタート。体重は上げてる足の手です。あー、お尻が効いてる。つま先はね、できるだけまっすぐ前向けてください。きつい、犬ってすごい、これでおしっこするってすごい。 OK、 それではいきます、スタート。これでキープ。あ、結構つらい。足はね、横にならずに、もも上向けて、ギャーは、ほっほっ。これね、自然とね、プランクみたいにね、お腹に力入ってるんです。もうどこが辛いか分かんないぐらい辛い。さあ行きます、反対、真横足持ってきて、こっから浮かせます。行きます、スタート。よっしゃ、これで持ち上げる。あ、つらい。もしね、つらい方頭に降りて、まだ上げて、これでキープ。できるだけ足は前です。いや、片側の腹筋がつらい。じゃあ頑張っていきましょう。今度ははじめと一緒です、真横です。いきます、スタート。あ
2セット目はねやっぱり辛いですよね。効いてる、お尻がお尻の横に効いてればね正解です。うおーうおーおー、オッケー。いやー、さあ行きます、スタート。ドリャック、みんな頑張って、お尻をねいじめよう。今日はしょうがない、お尻をいじめよう。血液決めよう、お尻をいじめよう。さああと少し、足がね動きがね、オッケー。いやー犬ってすごい。さあ行きますよ、しっかり足上げてスタート。うこのね動きたいのに動かない、この止まったままってね辛いっすよね。できるだけ足上げて、うすごい、大丈夫、みんな頑張りますか、頑張って、もう少し、ゲッゲッダー、うわちょっとね肩もだるいと思いますが、ちょっと回してね肩の力取って、さあいきます、スタート。ドリャー、うわー、皆さんどうですか、ちゃんとももが持ち上がってますか。これね、お腹触れないから分かんないと思いますが、これ腹筋すごい使ってるんですよね、実は。あはは、うおー、よっしゃ、オッケー。肘を体にひっつけるイメージで肩甲骨を使ってください。30秒いきましょう、スタート。ふう、リラックスして息を吐きながら、ふう、肘を体につけるイメージで肩甲骨を動かしてください。これで肩の内巻きが改善されて、肩甲骨が使えて、自然と胸が張れた姿勢を作れます。腹筋しっかりやってる方にはおすすめです。はい、 OK です。次は手のひらを上に向けて、体から肘が離れないように手を動かしてください。スタート。これで同じようにさっきよりも肩を落とした状態で背中が使えます。できるだけ手は水平に保って肘が離れないように、肘を体につけたまま動かしてください。肩甲骨が温まっていればうまく使えてます。よし、オッケー。次はうつ伏せになります。体の前側をいつも使いすぎてますから伸ばしていきます。脇の下に手をついて体を伸ばしてキープです。スタート。これでしっかり体を持ち上げてキープです。もしこれでも楽だよって、もっといけそうだよって方は足の甲を床つけて体を上げてください。これでさらに体の前もも使いすぎてる腹筋が伸びます。で、辛いよって方はね、降りてください。できれば肩甲骨も寄せてください。はい、OK です。はい、そのままうつ伏せになって寝ます。足肩幅です。手前伸ばします。左右対称に手足を持ち上げてください。スタート。これでしっかりね体の背中全体を使うことができます。手足は上に上げるというよりは斜め上に伸ばす感じです。背中をしっかり鍛えると姿勢が本当に良くなります。腹筋ばかりやってる方はこういうのをやってください。はい、 OK です。はい、今度は今のを四つん這いで行います。背中が反れないようにちょっと腰を丸めて手足をピンピンと遠くに伸ばす感じです。手足はまっすぐ揃えてください。親指上向けます。スタート。こういう感じです。気持ち一回止まります。ピタッと止まって戻ります。手と足がまっすぐなるように、上に上げるというよりは遠くに伸ばすイメージです。
と少しです。はい、 OK。 今体の背中側をしっかり使いました。この割合に対して体の前を1回だけ使います。手足楽にして体を持ち上げて止まっときます。首の前側が辛かったら何度か降りてください。できれば頭はあまり起こさずに上を向く感じで体を持ち上げてください。スタート。こういう感じです。スマホ見ながら腰とお尻だけ床についてる感じです。つま先少し開いておきます。これでキープ。ちょっとね、首とかが疲れるかもしれませんが、何度か頭を下ろしてもいいです。できれば体を少し持ち上げてください。これでね、体の前、腹筋ちゃんと使えてます。しっかり胸を張るといいですね。はい、 OK。 10秒後に足を入れ替えます。これを3回やってみましょう。しっかりお尻を締めることがポイントです。スマホは顔の下に置いてもらっていきましょう。残り10秒で反対足です。いきましょう。スタート。これでキープ。お尻をしっかり締めて、結構きついですが頑張って。よーし、反対足、しっかりお尻を締めて、お腹どんどんへっこめて。よーし、オッケー。いやー、どうですか。これ腰が痛くなりにくいと思います。あんまりお腹効かないよーって方はね、腕を少しもっと前に出してやってみてください。あと2セットです。いきましょう。スタート。キープ、頑張って。おお、きつい。はぁ、20秒が長い。やったい、頑張って。食べる余裕がない。うぅぅぅ、 OK。 うぅぅぅ、お腹をパンチされてる気分だ。あともう1セットです。さあ、いきますよ。それではいきます。スタート。ラスト、耐えて耐えて。はぁ、うおぉ、うわぁ、はい、反対。さすがに3回目はきつい。頑張ってみんな。くわ、上の少し効く。だー、うえうえ、なんか出そうだった。